まあまあ。お兄ちゃんうるさい。もしもの災害が起きた時、あなたは高齢の母親を守れますか？私は。お母さんどうしたの？いや結構大きいみたいね台風。そっち大丈夫？うん、そっちは？あ、ちょっと雨漏りしちゃってるけど、まあ大丈夫よ。本当？もしあれだったらお隣さんにでも声かけて手伝ってもらいな。なんで頼めないわよ。今の若い人ってご近所付き合い嫌いでしょう。あ、お母さん喧嘩売ってんのかよって詰められない？嫌よこの年で若者に詰められるの。さすがにそれは。ちょっとお隣行ってくるわ。え、挨拶ぐらいは普段からしておくべきよね。じゃあ。こっちのお隣さんは大丈夫かな？かけるべき？ゼロ。え、どうするのが正解だった？どう思う？わからない。だって私無策だから。無策って大人だろ。そういうお兄ちゃんはどうするの？え、